今回の学びたいは三郷町で地域の未来を考えます。フェニックス君、これからの地域を担っていくのは誰かな？ふるさとで生活する若い世代の人たち。でもどんな風に人生を描いていけばいいのかな？みんなで考えましょう。そこで今回の学びはこちら。考えよう、人づくり、地域づくり、中山間地エリア会議。それでは調査開始。10月13日、三郷町西郷で県キャリア教育支援センターが主催する中山間地エリア会議が開催されました。竹野さん、中山間地エリア会議とはどういった会議なんですか？はい、県内の中山間地に関わる地域住民の方々、行政関係者、教職員が一堂に会して、これからの中山間地の未来や子どもたちについて考える会議です。会議には三郷町と近隣の市町村及び県の関係者らおよそ60人が参加。西郷義務教育学校の生徒を対象にしたひなたばの授業公開からスタートです。そのひなたばとはどんな授業なんですか？はい、地域の大人と生徒が対話でつながるキャリア教育プログラムになります。先生や親という縦の関係、友人や同級生という横の関係ではなく、少し年上の地域の大人の人たちと斜めの関係の人たちからいろいろ話を聞く、そういうキャリア教育プログラムになっております。日向場での大人の役割1、班の先輩として対話を進めます。自分のこれまでの人生を表した人生グラフを使って、お互いの生き方について語り合います。上司の人がいろんな仕事をお前はやってきてるだろう、一つの強みだからそんなに気にすることはないんじゃない。大人の役割には人生紙芝居です。人生の経験談を伝える紙芝居で、自分の人生のきっかけとなった出来事を中心に話をします。もう本当満喫の日々を送ってます。一旦外に出て、その時に必ず三郷町、ふるさとのことでの生活とか三郷町の人のこととかを思い返してみてほしいって、その時に、あ、やっぱふるさとよかったな、田舎よかったよなって思ったらね、もうどんどん帰ってきてほしいね。いろんな人生に触れることができるね。さらに1対1の対話で一緒に考え、自分自身と向き合います。何でも話せるようなお友達作ってもらう。そうすると人生が、ここの棒グラフがもっと上がっていく、100に近づいていくと思う。どの班も熱心に対話をしていました。自分がその悩みをどうやって乗り越えていったか、で、まあ、乗り越えた先にどんなことがあるのかっていうところを伝えられるといいなと思ってお話をさせてもらったところでした。未来のお話を聞けたのがすごく嬉しかったです。優しい心を持って声の掛け合いができるような、明るい温かい街になるといいなと思います。日向場を通して生徒たちはこれからどんな人になりたいかを考えます。どんな将来を描くのかな。地域の先生からは、まあ、ふるさとを大事にするということと、後悔はするな、でも反省はしろっていうことを学びました。これから僕はふるさとを大切にできる人と、自分で楽しいと思ったことを突き進める人になりたいです。大人の人たちや他の学校の先生たちとたくさん交流して、生きていく上で大切なことなどを学べて、とても勉強になったと思います。将来は周りの人や地域を大切にし、思いやりのある優しい大人になりたいと思います。エリア会議午後の部は、県キャリア教育支援センターの水永正則さんによる講演。テーマは地域と学校がつながる人づくり、地域づくりです。教えて、考えさせて、体験させて、感じさせるというがキャリア教育なんじゃないか。何のために学ぶのか、何のために働くのか、それが自分の将来を考えることになるし、それを考えれば自ら考える力と学ぶ意欲が高まるに違いない。これからのキャリア教育は企業、地域と
学校、家庭が協力して子どもたちを育むことが大切と語りました。地元の魅力を語り伝えていかないといけないんじゃないか。会議の最後はグループトークです。地域と学校がつながる人づくり、地域づくりについて今日一日の学習成果を意見交換します。悩みもこんなも乗り越えていろんなことがあるっていうのを生徒さんが知ったっていうのはすごくいい経験だったな。自分たちのふるさとを想像して課題であったりこれからどうあるべきかっていうのを大人たちも語る。紙面いっぱいに記された地域と子どもたちの未来のためにできること、アイデアや実践をみんなで共有し、会議の終了です。そうですね、大人が変われば子どもも変わるっていう先ほどの先生の言葉もとても身に染みたので、私もこれからいい方向に変わっていけるように成長していけたらなと思います。とても楽しい時間でした。なんかこう祭りとか積極的に子どもたちが参加できるように呼びかけていきたいなと、将来の美郷町を見据えながら関われたらなと思いました。子どもと大人みんなでふるさとの将来を考える充実した一日となりました。たくさんの出会いと学びがあったの。そうですね、大人と子どもがつながることで自分自身や地域の将来について深く考えていました。日向場で明るい未来を作ろう。そうだね。続いては私の本のコーナーです。私の本、今回は延岡青雲高校の半田結衣さんにお聞きします。私の本は佐野哲也さんが書いた君は月夜に光り輝くです。私がこの本を選んだ理由は、死について向き合う少女とその少女を支える少年の心情に心を動かされたからです。発光病を患う少女の願いを叶えるため、少年が一生懸命願いを叶えようとする心情の変化が好きなところです。私はこの本を読むまで生や死について深く書いている本を読んだことがありませんでしたが、改めて生きることの大切さや死について安易に考えてはいけないということを学びました。ゆいさん、読書は好きですか？好きです。いろんな作者のお話を読むことで自分の知らなかったことを学べることができるので、読書のいいところだと思います。僕もたくさん本を読んで知識を増やすぞ。そうだね。続いてはこちら、博物館講座のお知らせです。宮崎県総合博物館では11月6日土曜日午後1時30分から午後3時まで、博物館講座宮崎の神楽を学ぼうを開催します。宮崎県の女良地方に伝わる神楽の歴史や特色について、宮崎民族学会会長の前田博人さんから詳しく学ぶことができます。定員は40名で事前申し込みは必要ありません。詳しくは博物館ホームページをご覧ください。皆様の参加をお待ちしております。それではプレゼントコーナーです。今月は日南新徳高校の皆さんが作ったパイナップルサンホワイトを5名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは文化祭じゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイト楠並木チャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。